関数 y イコール x の4乗マイナス 6x の2乗プラス10の最小値を求めましょう言うて、まあ下の2番も一緒やけど、1番も2番もあれでしょ、あの置き換えましょうのやつやろ。だってこのままやったらちょっとよう分からへんやんか。でもこれな、4乗と2乗だけおるわけよ。3乗とか x とかいうの、 x の1乗とかいうのはおらへんねんな。ってなると、よいしょ、1番なんかは x の2乗をさ、例えば t っていう風に文字で置いておいてあげると、y イコール x の4乗のところは t の2乗ってならへん。だって x の4乗って x の2乗の2乗やもん。でしょ。でマイナス 6t やんな、ここはな。で足す10や。ほら、そうするとこれ二次関数ならへん。 t の二次関数。ほな、こうやったら最大最小求めやすいでしょって感じでやるやつ。ちなみに下は、まあどうせもう見えとうから先言うけど、これやろ。こいつをもう t って置くんでしょ。 x の2乗マイナス 2x マイナス 1よって感じよ。ただその時にめちゃ気をつけなあかんのが、これな、置き換えしたら、置き換えたらって書いておく。置き換えたら、置き換えてこれでいいやんな。ちな。置き換えたら、範囲、範囲っていうか、変域って言った方がいいんかな。変域。まあ、要はだから、x の範囲のことな。変域を、変域考え直すと。直す。これ絶対必要やで。この x の範囲をもう一回考え直すよっていうのがめちゃめちゃ大事です。一番上の一番上のっていうか特にさ、もともと x に対して範囲ないやん。変域がなんぼからなんぼって言われてないやろ。やねんけど、これ今置き換えましたと。じゃあ t って範囲ないですかって言ったら、実はあるんですよね。だってこれ x2 乗ってことはさ、ある数字の2乗が t なわけでしょ。ってことはさ、マイナスになることあるみたいなお話を。2乗って絶対プラスになるやんか。せやから必ずプラスにしかなんないのよ、 t は。ってことは、実はこれで t は0以上やねんでっていう範囲が勝手に与えられてることになるわけよ。いや、これちょっと気ぃつけといてよ、いう話な。さあ、じゃあその t が0以上だよっていう範囲の中でこれを考えましょうと。まあ最大最小の話されとんねんから平方完成でいいでしょう。t-6 の半分は3やな。の2乗。で、後ろプラス10が来るんやけども、この子、サザンが9を引き算するから、10から9引いたらプラス1ってことですね。ということで、頭がプラスの2次関数で、軸が、これ t イコール3っていうのが軸やな。t イコール3だよーっつって。で、今回範囲がこれよ。0から上やでと。じゃあまあ0はこっちでしょ。3よりちっちゃいとこやんな。で、そこにも上やでいう風な話やから、よいしょ。ここから上みたいな。よいしょ。こんな感じよね。ほな、じゃあこの中で最小値どこですかって言ったら、ここやろ。こいつが最小値。ちなみに聞かれてないけど、最大値は言われても、最大値はないで。だってこのままずーっと永遠にこっち続いていくってことやから、ズドーンとかって上がっていくわけやん。ってことは最大値はなしってことで。はい。ということで、t が3の時。3の時。まあ、つまりですね。つまり、x の2乗が3ってことやから、x イコールに直してあげると、プラスマイナスルート3よね。の時に、最小値。最小値はこれやもんね。1や。これな。この式で t が3の時に最小値1取るよう頂点やからな。ってなるから最小値は1や。ということでございます。はい、まずこれね。間違えて t が3の時最小値は1だよーで終わらしたらあかんで、という話ね。x の範囲まで持ってってよ、ということです。じゃあ2番同じように行きましょう。2番はですね、最初に言った通り、ここな、この括弧の中身。x の2乗、よいしょ。マイナス 2x マイナス1っていうのを t って一回置きましょう。とするってどうか。で、この時に気をつけなあかんのはこれな。置き換えしたら必ず
新しい t の範囲考えましょうという話です。もともと x の範囲がよいしょこうやったわけやん、マイナス1から1の範囲やったわけよね、 x の範囲は。じゃあ t の範囲ってどうなるのと、 t っていうのはこれなわけやろ、これが取れる範囲を考えましょう。つまりこれを先にちょっと別で考えるで、 t イコール、x の2乗マイナス 2x マイナス1の、最大最小最小を先に考えんねんでしょ。だって t の取れる範囲ってことは t の一番ちっちゃい値と t の一番大きい値を調べなあかんわけや。ってことはつまり t の最大最小を調べろってことやろ、ね、まず一回先にそれするで、問題解く前にまずいきまーす。まあ平方完成ですよねやっぱりね。で、2乗 を後ろから引くからマイナス2になるのかな。つまり頭がプラスの2次関数で軸は x イコール1ね、間違いないでよ。今これを解いてるわけじゃないからね、これじゃないからな、今置き換えようとしているこの t の範囲を今考えようねんで、で何やったっけ、あそうそうそう、範囲がマイナス1から1や、マイナス1から1ってことはマイナス1から1やから、ここか、こっからここの範囲やでと言うております。つまりその時最大値はここで、最小値がこっちってことよね。ってことは、t の範囲は一番下はここ、つまり今マイナス2よ、頂点な。で一番上はここや、x がマイナス1の時の値やからマイナス1を放り込みましょう。そうすると何もですか、マイナス1の2乗で1やろ、でマイナス2にマイナス1かけるからプラスの2や、でマイナスの1や、ってことは2か、プラスの2やね。t の最大値はじゃあ2やでということです。OK? ここがマイナス2で、ここが2やったからな。じゃあ新しい範囲、これ。t の範囲はこれってできましたんで、ほな、ここの部分を t っていうふうに置き換えたらどうなるかって言うたら、式は y イコール、まずこいつな、t の2乗。でからマイナス 6t。で、プラスの5やな、ここ。でもって範囲がマイナス2から2っていう問題に切り替わったわけです。よろしい？あとはもうこれで解きましょうや。ほな、y イコール平方完成しますよと。マイナス3の2乗。2乗したら9になるから9を後ろから引くとマイナス4ですか。頭がプラスの2次関数で軸が t イコール3やでと。で、範囲がマイナス2から2ってことは、マイナス2から2やから、こうですか？こっから、ここまでやな。はい、ということで。そうなると、こっち側が最大値になって、こっち側が最小値やな。だから今回、頂点は含まへんってことや、ここは。なしやで、と。ということで、t がマイナス2。まあ、つまり、2の時な。2の、あ、まあ、一回書くか。の時、最大値。なんぼなの？これ t にマイナス2掘り込んだらなんぼになりますか？話だね。ここマイナス2、まあ、こっちでもいいですけどね。マイナス2掘り込みますよ。そしたらマイナス2マイナス3で、マイナス5や。を2乗してるから5、25。25から4を引くことになるから21やね。はい。ということで、最大値は21だよと。ということです。ちなみに t が、こっちはね、2の時。の時は、最小値は、2放り込みましょうか。ここ2放り込んで、もちろんさっきも言ったらこっちでもええんやけどね。下の方が楽ちゃうか。2-3 でマイナス1の2乗すると1から4引くんで、1-4 でマイナス3やな。ってなりますよと。で、これで答えにしたらあかんねんで。さっきも言ったけど t、あ、ごめんごめん、 t のままやからな、これちゃんと x に戻さなあかん。ってことはつまり t が2って、 t がマイナス2、 t がマイナス2っていうのはつまり t って何やったっけ、もともとこれな、 x の2乗マイナス 2x マイナス 1 x の2乗マイナス 2x マイナス1がマイナス2ってことよ。 OK? t がマイナス2、ほなこれ解きましょう。
x の2乗マイナス 2x、 これこっち持ってったらプラスの1になるから x マイナス1の2乗ってことは x が1や。これな、ほなこっちの話できましたわ。これで x イコール1の時、つまりって書いておくかの時、最大値が21やねんねというのがまず一つな。あともう一つ、ちょっと待って、このスペースでいけます？ちょっと避けてもろうて、このスペースでいくか。あともう一個は t が2の時や。つまり x の2乗マイナス 2x マイナス1が2の時ってことやから、x の2乗マイナス 2x、 これこっちも出たらマイナス3か、こうですか。ってことは x マイナス3と x プラス1イコール0ということで、x イコール x イコール3とマイナス1か。ただ、x いうのはもともとですね、どれでしたっけ、あ、これな、 x いうのはもともとマイナス1から1ですからね、ということなんで、この3は入りませんよと。つまり x がマイナス1の時しかないよってことや。じゃあ x がマイナス1の時に、最小値はマイナス3だということで、これで答えになりましたね、ようやくね。はい、ということでした。よいしょ、お疲れ様でした。